藤井彩一大将15年7月9日は、日本の海軍軍人。最終階級は、海軍大将。岡山藩士、藤井博氏の長男として生まれる。私立井織館、電信学校を経て、明治13年12月、海軍兵学校を卒業し、小位保、同16年11月に、小位二館。明治30年11月、防護巡洋館。 高砂の開港委員に任命され、イギリスに出張し、高砂副長となり、翌年に帰国。その後、防護巡洋艦、妻、秋津島の各艦長、台湾総督府海軍参謀、ドイツ公使館付、海軍省軍務局、第二課長、軍令部、第二局長を歴任し、明治36年10月に、東艦長に着任し、日露戦争を迎えた。 その後、連合艦隊及び第一艦隊参謀長に転任した加藤智三郎に代わり、第二艦隊参謀長となり、東艦長を村上各一に引き継ぎ艦隊機関出雲へ。日本海海戦前、バルチック艦隊の最終航路について問題となった際、藤井は連合艦隊司令部に対してバルチック艦隊の津島海峡来航主張。翌日に行われた 連合艦隊の幹部会議で、沈海残留を強く主張、遅れて到着した、島村駿第二戦隊司令官が、同じ意見を述べたことによって、艦隊の津軽海峡への北上が延期された。日本海海戦では、バルチック艦隊は、ロジェストベンスキー長官が負傷し、艦隊機関クニャージスボーロフが一時コントロールを失い大きく進路を変更した際に、 これを追尾しようとして大きく進路変更を指示した連合艦隊に対し、火事の故障と判断した上村彦の城第二艦隊司令長官は、藤谷参謀、佐藤哲太郎の愚心もあり、独断で直進し、オツア座戦を継続し、連合艦隊の判断ミスを、フォロー、バルチック艦隊の闘争を防いだ。また、夢中の航海時に、艦船艦で行われた汽滴や合法に変えて、 艦尾からワイヤーにつけた小型標的を栄光し、その飛沫を目印に、後悔できる、無中栄敵を、公安、敵軍から、自軍の存在を秘匿することに貢献した。明治38年11月、海軍少将に進級、その後、第一艦隊参謀長、横須賀陳寿府参謀長、第一艦隊司令官、佐世保高渉長、軍令部次長、佐世保陳寿府長官、 1> 第1艦隊長官、横須賀沈塾長官を歴任。大正5年12月に海軍大将、軍事参議官となり、同8年11月に対面、翌年8月、予備役に編入された。ありがとうございます。